朝は正月の挨拶をしに寄合所に足を運び古代友厚と再会その頃友厚は大阪に商法会議所を設立したところでした商法会議所の設立には新次郎が尽力していました 新次郎が持っている大阪の商人たちの幅広い人脈が商法会議所設立に大いに役立ったのです友厚が朝に新次郎の尽力への謝意を告げているその頃、木喜助は自分の本心を埋めに打ち明けていました数日経て冬の嫁入りがあと10日に迫った日朝は冬に訪ねました嫁入りする心の準備は整っているのかと